はい、皆さんこんにちは。 YouTube カメラマンのエメです。2回回っちゃいましたね。で、まあ、そのままいきます。今日は岩根愛さんを紹介します。岩根愛カメラマンです。1975年は東京都中野区出身の写真家。1991年中学卒業後に単身渡米、ペトロリアハイスクールに留学。オフグリッド、自給自足の暮らしの中で学ぶ。帰国後アシスタントを経て1996年に独立。雑誌媒体、音楽関連の仕事をしながらフィリピンのモンテルンパ刑務所、ロシアのニクーリンサーカス、台湾の三峡台北総民の家など世界の特殊なコミュニティにて取材に取り組む。2006年以降ハワイにおける日本文化を注視し、2013年より福島県三春町に拠点を構え、移民を通したハワイと福島の関連をテーマに制作を続ける。2018年初写真集グピカおよび写真展福島ONDO で第44回木村伊兵衛写真賞を受賞。写真集クピカ制限者、キプカへの旅、太田出版。以上、岩根愛さんでした。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。